くないですか。はい、大丈夫です。きついの我慢してね。でこんなリフトがいるから。
顔、化粧落ちてた？あ、落ちてない。全然でもね、眉毛半分になってんだ。大丈夫これさ、はい、あの手、両手から出してさ、うん、あの両脇から出した方がいい。両脇から両脇から、うん、で、これは前、はい、で、これで前、あの眉毛とあれを押さえてくれる。はい、少しは持ちます。もう少しは持ちます。じゃあ、いいですか。はい、はい、じゃあ流します。これどんな具合ですか。ぐっと前出てください。なるべく前、なるべくこの顔がぐっと前です。はい、止ませるんだったらこの後もう一回洗うから、うん、このまま流したままでいいかな、うん、大丈夫。いや、で、リンスだけしますね。髪の毛がない、今度溶けなくなっちゃうんで、リンスなんてだけしておきます。今度はうまく。絶対剥がれる。
リーチですか。はい。自分ではできないですよね。自分でやったんですか。うん、ビールじゃないの。ビールで。そうなんだね。美容院でね、これ染めたりとかしたらだいぶ金額があるもんね。うん、高いですね。自分でやるといくら？2000円ぐらいだね。その格好500円ぐらい。あ、そっか、ブリーチだからね。うん、漂白剤とかいいね。髪の毛抜けちゃいそう。可愛いから何やっても似合うからいいよね。可愛くないですね。もう帰れるんじゃん。この部屋台はね、ブリッジと違ってちょっとね、艶のある深みのあるようなのがね、いいかもしれませんね。ちょっとした、ブリッジと違って色が出るからね。ブリッジって髪痛めますね。痛めますね、一番痛めますね。でも毛染めはみんな一緒かもね、何回もやってるから。ブリッジしながら色入れてるようなもんだからね。あ、ごめん。口通してると気持ちよさそう。キューって言って。なんで？髪の毛いじられてると眠くなっちゃう。痛くなっちゃう。うん。レイプされる環境ついたThank you.
方になりますのでね。わかんないな。今のが可愛い。なんでそんな嬉しそうにすんの？とても面白い。なんで面白いから嬉しいの？ちょっと地肌が荒れてる部分があるんですよ、うん、ちょっと染みるかもしれない、ない。染みたら言ってください、うん、なんとかします、はい、あ、すいません、すいませんね、はい、頼みますよ、ほら、もうこんな暗くなっちゃって、黒くなっちゃった、ああすごい黒い、うん、脂肪吸引しようかな。染みませんか？全然大丈夫ですよ。かなり黒いってことですね、うん、
そうですか。でもね、こうタオルに水が染み入ってくるのはわかりますか、ね。はい、じゃあどうぞ。
ウル取り替えましょうか。大丈夫です。入っちゃう。あ、大丈夫だったかな。あ、大丈夫だ。あ、よかった。半分だけ。あ。切るんだよね、うん、今切っちゃった方がいいよ、うん、なんかもうマスカラが落ちて目の下黒くなってるんですけどマジね、うん、黒くない全然嘘もう最高電車乗った方がいいよ、うん、まあ最後に化粧直せばさ、うん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 、大丈夫大丈夫ちょっと右？あ、でもどこでもいいですよ。だって分かれるとこで。大体。あ、その辺かもしれない。うん、どこまでいい感じじゃないよ。嬉しい。うん、
毛ぐらい。うん、目の位置なんだよね。うん、切れてる。すごい、みんなとんがっちゃう。うんうん、なる。髪の毛の元気な人は笑わせない。このくらいでちょっとやってみて。したことはありますよね。はい。その時もやっぱりこんなんですか。もう短く切ると生えちゃうんですよね。すごいね。返品だね。すごいですか。でも元気って言われたら、うん。元気。あ、強い感じになってる。実は。いや、本当本当。恥ずかしいんだけどね。なんかこれレンズ見て笑ってくるね。いいって感じだよね。うん、変わりました。うん、すごい変わったですよね。こ、うん、れは同じとかいいとかないですよね。こんな感じですけど、よろしいでしょうか。